さん、最終第166話見ましたでしょうか。第166話を一言で言うとすれば、完璧で究極のアイドルにでしょうか。長らく続いた物語もついに最終回、涙止まらぬ感動の結末でした。ということで今回は推しの子最終第166話について徹底考察したいと思います。なお推しの子第166話までのネタバレを含みますのでご注意ください。それではどうぞ。第166話のタイトルは星。前回第165話では新野冬子の取り調べから神木の被害者が大量に見つかり、こうしてアクアの復讐劇はアクアの死と共に終わった。残された人物はアクアの死に嘆き悲しむ。しかしルビーのアイドルへの憧れは最愛のアクアの死を得ても決して折れはしなかったんです。そんな中注目の第166話、最終回は茜の視点でアクアの葬式のその後が語られます。まずルビーについてですが、前回アクアの死を受け泣き崩れ自分の部屋からも出なくなってしまい、精神的に限界が訪れたルビー。きっとルビーちゃんはもう表舞台には戻らない、そう思った。でも君は分かっていたのかもね、みんなそんなに弱くないって。ですが第165話で茜が語っていた通り、少しずつ時間をかけてですが悲しみを受け入れ、再びアイドルとして立ち直り前を向いて生きていたんです。正直心底ホッとしてます。五郎としても兄としてもアクアの心の底から愛していたルビーなら、アクアが死んだことがきっかけで後一冊をしかねなかった。そんな危ない精神状態だったので、そこから立ち直り前を向いてアイドルとして活動できる、この強さこそルビーが愛に並ぶ究極のアイドルになり得る一番の魅力なんです。次にメムチョ、彼女もアクアの死を受けて当然大きな悲しみに襲われてましたよね。そして YouTube での動画活動も飯子町のアイドル活動も中止しようと密かに思った時に、そんなメムチョを叱ったのはなんと有馬からだったんです。第165話でアクアの死に大きなショックを受け、アイドル活動を止めたカナが意外にもメムチョの活動を後押したんですよね。またですね、カナは兄アクアが死亡し大きな注目を集めているルビーを記者のパパラチから守って追い払ったんです。これはスキャンダル編にてアクアが自分たちは愛の子供だとバラすことで有馬カナをスキャンダル記事から守ったこと、その恩返しに違いないんです。そんな有馬カナはビーコマチを卒業した後は宣言通り女優一本に絞り生きていくことを決意している。現在はアクアの死を乗り越えて有馬カナは演技に全力を尽くしてるんですよね。次に黒川茜です。茜も引き続き劇団ラララのエース、そして実力派女優として活動を続けています。でも茜に関してはアクアの死への心のダメージが今でも癒しきれてないようで、アクアの死から立ち直れてない様子が描かれていましたよね。それがわかる描写こそ、そうバラエティ番組でのドッキリに全く反応しなかった場面、アクアの死という超衝撃的な経験をしてしまったせいか、もう茜は並大抵のことでは驚かず悲しみもしない、いや悲しむことができなくなってしまったんです。メインキャラの中で一番アクアの復讐心や心に抱えた闇に寄り添った茜なので、理性的で冷静な茜はパッと見ではいち早く立ち直れそうではいたんですけど、実はアクアの死を一番引きずっているのが黒川茜なんです。他にもアクアとですね花違いの兄弟である姫川大義も花を持って今は亡き姫川夫妻の墓に訪れていました。成島メルとアクアの死を受け思うところがあったのか涙を流しトレーニングに、そして斎藤都もアクアの死を受け入れ愛から残された娘ルビーのために最近 B コマシのマネージャーを続けているんです。このように各人物がアクアの死を乗り越えてそれでも前を向いて自分の人生を生きていく、そんなアクアに先立たれた者たちの視点で推しの子の最終回は描かれたんです。そして皆さんめちゃくちゃ気になるのはアクア死後の B コマシの状況です。そんな B コマシですが、アクア愛の一連の事件の黒幕神木という父と、そんな父に命を懸けて復讐したアクアという兄を持つルビーは当然世間の注目の的になります。もともとアイドルとして愛から受け継いだ天性の素質と魅力を持つルビーの人気はアクアの事件を得てその境遇ゆえかますます高まり続け、今や日本国民なら誰も知らない者はいないほど史上最大のアイドルになったんです。そんなルビーをセンターにしているビーコマチも人気が加速度的に上がり、ついには念願のドーム公演が決定。有馬カナが卒業した枠としてどうやら新しいアイドルがですね2人加入したようで、 B コマチはルビー、メムチョを含む4人のアイドルグループになっていたんです。選ばれた一握りのアーティストだけが上がれる舞台、ドームはみんなの夢なのよ。推しの子大ファンである画面の前のあなたならアイドルのドーム公演がいかにすご
ごいことがわかりますよね。そう、推しの子当初から耳が痛いほど何度も何度も語られたアイドルの到達地点、それがドームでのライブだったんです。そして愛はドーム公演を控えていた時に刺されて死亡。そんな母である愛ですら達成できなかったアイドルのドーム公演、ついに娘のルビーは愛が果たせなかった夢を掴み取ったんですよね。そしてみんなの期待を一身に背負い、ルビーはついにドームの舞台に立った。その姿はまるで夜空に輝く一番星のよう。そう、あの伝説のアイドル愛が蘇ったと思うほどの輝かしさ。そんなルビーたちビーコマチを観客席から応援するアカネとカナ。こうしてルビーはアクアの死を乗り越えて完璧で究極のアイドルになるという冴えない時代からの夢を達成したんですよね。そしてドームでの公演が終わり、5日の朝方、ルビーの机には大切そうにアクアと愛のグッズが置かれ、大人気アイドルであるルビーは今日も朝早くからスケジュールが詰め込まれ、慌ただしく支度をして玄関から出かける。そんな時にルビーは語るんです。嘘に嘘を重ねなきゃいけなくて、どんな辛いことがあってもステージの上で楽しそうに笑わなきゃいけないお仕事だけど、どうしようもないほど楽しいお仕事。推しの子のテーマである嘘について、アイドルとはフィクションであり嘘であること、辛い時でも笑顔を振りまかなければならないこと、ファンから誹謗中傷を受けたり日常がスクープに怯える毎日になったとしても、そんな辛い毎日でもルビーはこれからも誰かの推しになるために、誰かを幸せにするためにアイドルとして舞台へと立ち上がっていくことを決意するんです。第166話の考察は大きく、アクアの死の意味、トリプルヒロインの今後、残された伏線、みんなの感想。まず一つ目がアクアの死の意味についてです。正直皆さん、アクアが死んだ意味って何だったのって思われた人も多いですよね。アクアは生きていた方が絶対物語は綺麗に終わったし、アクアの死で読者を含め登場人物のみんなが不幸になってしまいました。確かに神木はですね、放置しておくには危険すぎる存在でしたよね。愛を超えるルビーを殺そうと、リーの冬子以外にも誰かを洗脳して死角を招こうとしていたのは間違いないですし、放置すればルビーは神木を通して殺害されています。しかし神木をですね、アクアとの道連れ以外の方法で対処する選択肢も当然あったはず。どうして私にも手伝わせてくれなかったの。現に茜が頼ってくれなかったことに不満を漏らしていたように、茜はですね、他の人物と協力すれば警察に告発もできました。果たして神木への復讐のためアクアが本当に死ぬ必要はあったのでしょうか。さあ今回の結末について、以前ですね、スタイアインタビューで赤坂先生と欲張先生はですね、少し触れていたんです。実は物語の結末についてはすでに決めていて、そこへの展開も作者側も楽しみながら書いています。もしも本当に私が赤先生の代わりに推しの子を書き続けて物語を完結させるようなことになれば、読者の皆さんには声を大にしてこう言いたいです。これは赤先生が考えたことです。このインタビューから分かる通り、この結末は赤坂先生が決めたものだったんです。欲張先生が必死に自分の考えた最終回ではないことを主張しているので、つまり赤坂先生の趣味思考こだわりがそのまま反映された強烈な結末。そしてこのツタヤのインタビューを受けたのは 2.5 次元舞台俳優編が連載していた時の頃。そうなるとかなり初期の段階から今回の結末は決まっていたんですよね。つまり赤坂先生はどうしてもアクアが死んで、その悲しみをルビーが乗り越えるという形の結末にしたかったはず。では物語当初から決められていたこの結末の真の意味とは何なのでしょうか。結論から言うと、推しの子のメインテーマである嘘を体現したい意図があったと僕は考えます。推しの子ではアイドルや有名人の裏側について深く触れられてきましたよね。そしてその中で注目を浴びる側なりの苦悩があることは推しの子で数多く描写されてきましたよね。そして皆さん、注目を浴びる側なりの苦労とは一体何でしょうか。そう、有名人の正体はただの一般人であるという辛さです。結局のところ伝説のアイドルであった愛やその娘のルビー、他にも茜や有馬かななど世間的に大成功を収めている大スターもただの一般人と同じく一人の弱い人間に過ぎず、悲しいことはあれば泣くし、悔しいことがあれば怒る。ですがそれでもファンの声に応えるため、今日も辛い気持ちを抑えて笑顔で嘘をついて生き続けていますよね。そんな誰かの推しの子として生きる者の嘘のつき方やあり方を突き詰めると、アクアの死という大きな壁を乗り越えることが物語上どうしても必須だったんです。つまり皆さん、アクアの死という最も作中登場人物の心を傷つける体験があっても、それでもルビーたちは笑顔の嘘をついて生きることができるか、ルビーが真に完璧で究極のアイドルになる過程で必要不可欠なのがアクアの死だったんですよね。
2つ目にトリプルヒロインの今後についてです。まずはルビーについて。ルビーはもうドームの公演というですね、当初からの夢を今回で達成。ですがルビーが愛を超えたからといってアイドル活動は終わりにしないことは確実です。これからもしばらくはアイドル活動を続け、ルビーは悲惨な現実に立ち向かう人々を救う。かつてサリナ時代に辛い毎日を愛に励まされて生きることができたように、辛い状況にいる人々に希望をもたらせるアイドル活動を続けていくんです。そしてルビーのまっすぐな性格からして、すぐにですねアイドルを辞めることはなく、自分の限界を超えてもステージ上でファンを魅了し続けるんです。次にアリマカナです。ステージの上では絶対にカナちゃんはルビーちゃんにかなわない。アイドル活動に限界を感じたアリマは最終回前のライブにてすでに B コマチから卒業、その後は女優業一本に絞って生きていくと明言。よって今後のアリマカナの最大の目標となるのは、かつての天才子役としてではなく、今のアリマカナとして世間に名が知られるように演技に真摯に励むことなんです。現に同じ演技業界には真の意味で切磋琢磨し合える茜や姫川大樹などの演技の天才たちがいるので、将来的には彼らと並び俳優役者としてトップに上り詰めることは確実ですよね。最後に黒川茜。茜は疑いようもなく役者として天才で言うのは言うまでもないです。そして茜は役者を辞めるような話も出ておらず、むしろ茜自身が幼い頃にずっとファンで憧れだった有馬がアイドル業界から足を洗い演技俳優の道に本気で踏み込んでくるので、女優役者として有馬からに負けたくない一心でより一層ですね茜は演技に打ち込むでしょう。そして茜は役者としてだけではなく他のスペックもずば抜けて高いですよね。元医者であるアクアに匹敵するほど勉強もでき、今後はですね大学に進学しつつその傍ら女優業に邁進するでしょう。このようにですね茜はこのまま日本一の大女優の道を進むのは確実ですが、一つ疑問があり、それが茜の精神状態。先ほど話した通り頭にナイフを刺された人が迫ってくるというドッキリ番組で茜はですね全く動揺しなかったんですよね。これは並大抵のことでは泣けないという茜の危険な精神状態を表しています。そして茜は有馬かなやルビーとは違い、あまり感情を表に出さず溜め込むタイプ。現に恋愛リアリティショーでは思い詰めて自殺未遂まで発展。よってですねその実力や魅力能力美貌から茜が大女優として成功するのは間違いありませんが、精神状態からいつしか限界が訪れる。このように3人のメインキャラクターたちは未だアクアの死を乗り越えてはいないものの、その経験を糧にして過酷な芸能界を生き抜くんです。3つ目に残された伏線ですよね。作中で回収されていなかった伏線は大きく2つ。1つ目にですねタイトルの括弧、2つ目に月読みの動向。まず1つ目がタイトルの括弧です。これはこのチャンネルでもですね過去何本か使っているテーマなので、今画面を見ているあなたならば知っていますよね。知らない人のためにざっと説明すると、推しの子のタイトルに付いている括弧には明確な伏線があることがですね蔦屋のインタビューの中で赤塚先生から答えられていて、結局この括弧の謎は回収されることはなく結末を迎えてしまいました。匂わされていた括弧の意味って何だったんだって皆さん思いませんか。よって最終回を見た上で僕なりの解釈を話したいと思います。結論から言うと、タイトルの括弧は最後までルビーが推しの子という偽りの役割を演じ続けることを示していたと考察します。なぜなら推しの子イコール役者だからです。ちなみにこれまで括弧がついているところがありましたが、重要なポイントなのでしょうか。一度やっていますよね、役者と表現しているところ。先ほども語った蔦屋インタビューで括弧の意味を解読するヒントとして赤坂赤先生は役者について触れています。わざわざ役者を推しの子と並べているんで、もうこの時点で役者イコール推しの子と断言できます。となると推しの子とは役者である、つまりルビーは推しの子という役割を演じているとしか考えられません。もうこれ赤坂先生がルビーが推しの子という役者を演じてるよって声に出して言ってるようなもんでしょう。わざわざ説明するまでもなく推しの子は役者だとしか考えられないんです。よって今回ルビーがアクアの死を受けても、それでもアイドル、つまり推しの子という役割を演じ続けるん。結局アイドルは嘘でできていて、最初から最後まで嘘をつき続けみんなを騙し続ける役割に過ぎない存在。そんなルビーのアイドルとしての生き方を示す意味が括弧に含まれていたと僕は考えます。次に2つ目が月読みの動向です。第163話、死にゆくアクアの最後を見とった月読み。その後月読みは一切登場せずに、最終回で何をしているのか全く触れられていません。では月読みは最終回で何をしており今後どうなるのかってことなんですけど、結論から言うとルビーを見とるまで影でそばに居続けると考察します。なぜかというと、実は過去こちらの動画で転生する条件として、転生
界に値する明確な目的があることを考察しまして、アクアならサリナであるルビーをそばで守り続けること、ルビーなら憧れの愛をも超えるアイドルになって人々を笑顔にさせることが転生した目的でした。そして月読みは第145話、その正体が元はサリナとゴローに助けられたカラスだったことが判明しています。よって月読みが転生した目的はルビーとアクアを死ぬまで見守るために違いないですよね。よって月読みは神様に近い存在なので、あまり外界に干渉することは何せよ、ルビーがアイドルとして大成していく姿を今後も陰で見守り続けていくんです。こうして無事約4年にわたる長期連載が完結し、推しの子という作品は終わりを迎えました。皆さん、今回の推しの子の最終回どのように感じましたでしょうか？ SNS を見ても好意的な意見では、ルビーがドーム公演の夢を叶えることができて嬉しい、短い間だったけどアクアとルビーの恋の関係性が見れてよかった、ルビーのために自分の命を捧げたアクアの生き方に尊敬した、こうした意見がありましたよね。ただ否定的な意見もあり、今までのアクアの頑張りが無駄に終わった、第165話の有馬からのビンタのシーンはさすがに引いた、あまりにも報われないバッドエンドだった、アニメ3期以降では改編を望むなど、アクア死亡で終わり、みんなが不幸に陥った最終回を見て声を荒げる人も多かったです。確かに推しの子はアニメ第1期放送中は YOASOBI さんのですねオープニングアイドルの効果も合わさり大ヒット、連日世間を揺るがしていましたが、アニメ1期が終わり落ち着き、原作でも6章のプライベート編に突入してからは推しの子自体がよりシリアスな方向に進みました。そして8章のスキャンダル編や9章の映画編ではアイドルの枕営業、芸能界の性被害などよりセンシティブな話題に注目され描かれています。ただ芸能界の闇にも切り込むダークな作風と、推しとしているアイドルの子に転生したらどうなるのかというですねエンタメ性、そして愛を殺した犯人をこの手で始末するというサスペンス性、この3つの要素をうまく違和感なく溶け込ませ両立させた、これがですね推しの子の魅力ですよね。とにかく話題性に長けた作品で、終始赤坂先生と横槍先生のコンビに驚かされ、気がついたらジャンプラの推しの子の更新日、木曜日を楽しみに待っていました。僕含めそんな方々がめちゃくちゃ多かったんじゃないかと考えます。というわけで今回も推しの子の考察をやってきたんですけども、改めまして赤坂先生、横割先生、本当にありがとうございました。これほどまでに素晴らしい作品を本当にありがとうございました。ただ原作は最終話を迎えたんですが、推しの子の第3期アニメ制作が決定、2024年11月28日木曜日の21時からはですね Amazon プライムビデオで実写コンテンツが公開され、そしてですね12月20日からは実写映画が公開予定なので、推しの子の波はですね当分続きそうだなと思います。今後何かしらの形で少しでも盛り上げられたら嬉しいと思ってますので、皆さんもご期待ください。最後にですね、動画制作で力をお借りしたイラストレーターの方々、そしていつも見てくださっている視聴者の方々、本当にこれまでありがとうございました。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか？ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。